始まりました。ヤングタウン水曜日。関西ジャニーズジュニア A グループの佐野正也です。正門義則です。よろしくお願いします。何をヘラヘラしてるの？いい笑顔やなと思って今日も。今もう10時台にあんまこのメンバーの正門くんの笑顔見れることないから。確かにな。いい笑顔やわ、今日も。こんなしっとりした感じ。なんなんいい笑顔。そんな噛み締められたら照れんねんけど、いい笑顔を。あんまこうやって真正面で見ることないからさ。ほんま？いいわ。ははいいね、最近ホットやから。公式さんがツイッターで出してくれたんかな、もう。で、アップされたのかな、わからへんけど。まだやって、ちょっとどういうツイートがされるかっていうのを楽しみにしていただきたいですね。ここ二人が A グループにとって今どんな存在なのか。そうよ、今すんごい旬なんやから。そやで。いいタイミングで呼んでくださいましたよ、このコンビを。ヤンターさん。ちょっとために貯めてくれてたんでしょうね。そうね。その初回に出てもいいぐらいのホストなコンビやったから。リチャスエカ、マサマサカやから。10年以上コンビのリチャスエカ。最近に来て来てるマサマサカ。そうやな。でも俺らも意外と、まあグループになってからは3年やけど、うん、2人の付き合いってなるとその前からはあるやん。もう5年ぐらいか。グループ名つく前のバンドやってた時に。で、マサヤが入って、どれぐらいやっけ入所して。半年ぐらい、1年ないぐらいですね。半年から1年ぐらいで。で、俺と小島が当時バンドやってて、そこにまさやがドラムで入ってきたっていうのが、そう僕らの出会いの慣れそめなんかな、そんな、難しいな。男同士でこんないいの気持ち悪いけど。まさまさの。慣れそめというか出会いやったから、そっから考えたら意外と俺らも、ね。長いですね。そうやね。リチャス制の半分ぐらいはあるんですね。なんだかんだ。なんだかんだね。で言うと。あっこが濃すぎるから。そう。いやー、そうなんですよ。そんな二人の今日はラジオなんですけども。はい。そうやで。だから俺ら2回目ずつぐらい。そう、俺も2回目。そうや、そうや。それまでちょっと、小島さん、末澤さんが。なんでなん、それは。まあ、別にな、この時間に、まさかとくんドラマの撮影とか忙しいかもしれんけどさ。いや。もう割と、まあ、メンバー全員フリーなわけやんか。そうやな。でもまあ2人ずつ6人組で登場させてもらってるから、うまいことのオシエーションしてったのにこんなばらつきあるって言えばばらつきあるから、いやいや温めてくれてたのよ、まさまさ温めてくれてんのかマジで。12月にコンサートあるじゃないですか、僕ら。そうね。その稽古とかもちょくちょく始まったりしてるけど、2人が絡んだら笑いが起きるんですよね。いやあれはもう歓喜の喜びやと思ってる。笑いじゃなくて、メンバー4人と、うん、振り付け師さんと、爆笑しますからね。そうやで、もうリハも割と順調で進んでますよね。なんか今回めっちゃ順調じゃないですか。そうね。下手しい来週末ぐらいもうできちゃうんじゃないみたいな。ちょっと増やす？多めに。増やす？早めにやる？何パターンか作ってみる。早できたから作ってみます。そうね。で、なんとですね、前回ですかね、これ、自称ヤンタンレギュラーの小島くん。はいはい、はい。全員レギュラーやねんけど、A グループ。絶対おかしい。そう。まあ、多く出てるから、よしとしましょう。で、ヤンタンでは、これから正門の過去が明らかになっていきますっていう。あ、先週ね。そう。言ってましたね。そうなんですよ。そうなの？ヤンタンは正門の過去が明らかになっていくラジオ番組なんですか？あれでしょ、その正門が昔お母さんのことをマミーって呼んでたみたいな。そういうのをちょっと言ったんですよ。あ、そうなんや。そしたらなんか、正門ってなんか、父上、母上って言ってそうじゃないみたいな会話があったんですって。いや、だから俺も、言ってそうな。言ってそうよ。ほんまに？父上、母上。正門って呼ばれて。父上、母上じゃない。ちょっと待って。俺、正門って家で呼ばれてると思う。正門って呼ばれてないの？呼ばれてないよ。よしのり派なの。よしのり派って何？ママパパは。よしのり派なんや。よしのり派ってか、よしのりよ。この世で唯一のよしのり派なんや。この世で唯一やな。よしのり派。家族。仲いい大悟くんとかも正門でしょ？正門。内輪の大悟くんとか。もう苗字。苗字一辺と。そうなのよ。明らかになっていくんすか、ヤンタンで。いや、正門の過去が。いや、俺もさ、隠そうと思って隠してたわけじゃないと。マミー呼びよ。そうやね。ほうほう。で、だからこれから明らかになっていきますみたいなんで、その初出しの過去、これからもよろしくお願いしますって書いてたんスタッフさんからのね。そう。置き手紙が。そうやね。そんなに、もう、なんていうの、大事にしてるというか、温めてるというか、その、これだけは出したくないみたいなのも、もう正直ないというかさ。でもなんかあるっしょ、なんか。何？
だってこういう部分でプライベートなこと話すことあんまないじゃないですか。雑誌とかで聞かれることあっても、うんうん、これ文字になった時絶対伝わらへんなみたいなこともラジオなら話せるわけじゃないですか。まあそうやな、自分のニュアンスで。な、例えばなんやろ、言われないやろ、むずいやろ。初めて喋った言葉とか。そんな覚えてんの、マサヤ知ってんの。俺いらーん。なんていらーん。いらーんって言ったな。誰かの誕生日かな、なんかの時に一緒に住んでたおじいちゃんにめちゃめちゃ強要されて、なんかケーキかなんかをあーんって、うんうんうん、で何回もやられすぎていらーんって言ったんが初めての言葉。すげえ。そう、それで周りどんな反応、喋ったの。いや、ビデオ回ってたんですよ、奇跡的に多分、あるはず、ホームビデオ。マジで。でそう、その映像を家族で何回か見返してるから、うん、俺も知ってて、うんうんうん、そう、奇跡的に残ってる。やったはず、あの動画そうやったと思う。いらんな。それおじいちゃんはどんな反応やったん。ケーキ断られて悲しいのか、喋って嬉しいのか。どっちや、どんなリアクションやったん、それは。そんな断られて悲しい、そんなちっちゃい男じゃないでしょ。孫が初めて喋って喜び勝つでしょ。そっちが勝つか。それはそっちよ。そっか、覚えてるんや。ないんすか、そんな。全然知らんねんな。でも初出しな気する、これ雑誌とかでも言ったことないか。なんやろうな、野球時代の話とか意外と知らないですもん、メンバーでも。まさかの君野球してたじゃないですか。野球してたよ。なんかそんな時とかなんかないんすか。知らんもん全然。野球してて俺な、めちゃくちゃ遠投得意やった。いいやん、一番ちょうどいい、しょうもない初出し。遠投得意。こんなんでええの。いい、初めて喋った言葉とかじゃん。あ、そうなん、うん、こんなんでええんや。レギュラーの小島がそんな雰囲気やから。こんなもんでええでしょ多分。こんな雰囲気なんか。こんな感じ、こんな感じ。あ、そうなんや。薄い情報。あ、この程度よかったらもう、でもいつでもポン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 出していきますよ。産み落としていきますよ。出ましたね、まさかのが遠投得意っていう初出しが出たところで。そろそろ今週も参りましょうか。行きましょうか。はい。MBS ヤングタウン。改めまして関西ジャニーズジュニア A グループの佐野雅也です。正門義則です。よろしくお願いします。お願いします。ここでですね、リスナーの方からお便りをいただいております。はい。大阪市港区のラジオネームめめめめめさんからいただきました。めめめめめ、A グループの皆さんこんばんは。こんばんは。今週の関西ジャニ博で小島くんがダイビングライセンスを習得するために白浜で一人ロケをしている様子が流れていました。はい、小島くんは A グループのグループメッセージに白浜の写真を送ったのに12時間経っても誰から返事が来ないと大層お怒りでございました。その時点でかなり面白く深夜にヒーヒー爆笑してしまったのですが、はい、よく見ると未読数の人が一人いていよいよ呼吸困難になってしまいました。よう見てるな。未読スルーの人、私は勝手に佐野くんかなと思っています。なんでやねん。仕事の話には返信が早いけどそれ以外だと返信が遅い。これ佐野くんですよねと。ヤンタンのあのコーナーみたいな言い方されてる。佐野くんですよね。違う、佐野くんじゃないです。それこれほんまにそのキャラやめてほしいんですよ。いや認めますよ。2年前ぐらいまでは返信遅いくて、うんうん、その仕事のことやったら返信早いけど、なんか明日の集合時間とか、うん、そういうことやったら早いけど、ね、プライベートなことやったら返信遅かったっすよ。うん、最近そんなことないですから。それも見ましたし、その小島くんの白浜バックで、うん、海バックで撮ってる写真もすぐ見たし。そうかそうか。だから俺じゃないです。既読が4しかなかったってことですね。そうやな、じゃなくて、そういうことやな。でな、よう見つけたな。そ、俺これな、ひょっとしたらやで、はい、これまさかど説もあるね。嘘。そう、魅力の。いや、これ編集早いけどな。これさ、写真俺見た記憶がないなと思って。お、その写真を。嘘。いつやっけと思ってさっきブワーって携帯遡ったのよ。はいはいはい。したらそう、写真出てきてんけど、はい、こんな写真俺見たっけと思って。嘘やん。そう、だから。だって知ってたっしょ、当日。いや、知ってたよ。小島くん、白浜行って。知ってる、知ってる、知ってる。免許取ってるって。いや、でも、なんやろう。その、まあ、通知ずっと溜まっていくのが俺気持ち悪い人やから。あ、うん、わかる。バーって見て、その通知消しでパッパッパって見ていって、まあ、時間あったら返信したり、うんうん、またちょっと後からにしようって考えて。はいはいはい。結構まあまあ丁寧に返信とかしていくんやけど、ちょっ
とこればっかりは覚えてなかったですね。じゃあ未読の犯人は正門さんですか？説ある、説あるね、うん、か既読だけつけて後から返そうと思ってはなんか忘れてたか、メンバーのリアクションを見ようとして返信を待ってたか、誰か返信するやろってやつね。そうそうそう、あるある。いやちょっとこれは申し訳ないね、小事件には。申し訳ないね。 A のグループ LINE 見返してるけど、うん、なんかすごい写真あったいやそんな写真多分いっぱいあるよ、遡ってったら。ほんまなんか内容ないな。今ちなみに今の写真はマサヤの鼻に髪が丸められた髪が突っ込まれてる写真です。ぎゅうぎゅうに詰め込まれて丸まってるから手離した瞬間、うん、何丸まってるから髪広がるから、うん、鼻の穴がビヨンビヨンに広がってる写真でもマサヤは決め顔をしています。そう、いつでもアイドルです僕は。いやアイドルなんかそれそっか、もう9月なんか小島くん言ったん。あ、そっか、そんな前か。めっちゃいい写真やん。うん。これほんま。ええ写真やな。海バックに。小島がな、楽しそうに両手広げて。ダブルピースで両手広げて。こんな楽しそうな写真、無視するグループでいいんですか僕たちは。よくないよ。そういう、しかもなんなら、マサヤのやつみたいな、しょうもな写真の方がラリーやったりするな、そうやね。で、これ、うん。何せいやくんがちょっともうそう、やーこしいって、生放送やでこれやーこしいって、せいやくんが俺のお父さんの連絡先をグループメッセージ6人のメッセージに貼ってんやけど、あったわあったわ、あれや、うん何思い出した、こっちじゃないか、もう一個のせいやくん、まさかどくん、小島くんがレギュラーでやってる週5でやってるラジオで、なんかでメンバーの返信遅いみたいなんで、せいやくんが生放送中に俺にさあ見てたら返事してくれみたいなことで、なんか連絡をしたい、結婚してくださいって送ってきたんや。そうや、でメンバーのリアクションを見ようみたいな、でも放送終わってからなんかな、間に合わんくて、うん、俺その時免許取りに行ってたんです車が連絡来て絶対これラジオやんと思ったけど、いやしょうがないです、今返せ返信、集中せなあかんから、うん、で終わってから、放送終わっちゃったけど返して、うん。で、その内容が結婚してくださいって言われて、僕はいいですけど、お父さんが何て言うか分かんないんで、お父さんに直接言ってくださいって言って、お父さんの連絡先渡したら、それがそのまま6人のグループメールの方行って。拡散されて。俺の、しかも、父の個人情報が。誰か通報しようとしなかったぞ、それ。いや、自分や。俺か。え？違う？通報しとけばいいって言ったんだっけ？ごめん、ごめん。すごい、まさかな。じゃあ通報ってそんな細かくも言ってね、通報はてなでせやくんが通報してくださいって、ああめちゃくちゃやな、ど通報されたら どこを通ってどうなるか分からんけ けどどう対処押したことないから押してみたいっていうのもあるし怖通報はしませんっていうか、その小事件の写真が9月やったっていうのは衝撃を受けてんけどね、もうだって11月も終わろうとしてるぜ。 何してた9月って俺ら、まあまあまあライブが終わって、そっか8月1ヶ月で松竹座、ちょっとゆっくりしてたんやろうけど、ちょっとだってさ、こないだ11月になったばっかりやん。まにそう。もう17日やで。ほお、すんごいね今年は。言うてる間に今年も終わるじゃない。なんかいろんなことやらせてもらいすぎて。確かにね。濃かった。濃かった。楽しかったけど。年々早なっていってる気がすんのよね、この体感。いやそうでみんな言うじゃないですか、うん、年上の先輩方がまあまあね今外からスタッフさんがおいおいって言ってるんですけどそのスタッフさんは、まあ、今年どれぐらいに感じたっていう話してた時に2ヶ月っておっしゃった年上やな頭抱えてはるからってみんなおっしゃるから。そうでもこういう話をすんのよね、体感どれぐらいやったわみたいな話を僕らしててさっき。いやまあ分からんわって思って聞いてたけど、今まで、うんうん、まだ19やし俺。そうやな、だけど今年ちょっと分かっちゃうぐらい早なってきた、大人になったんかな、早いっすわめっちゃ。そっかそうなってきたか、私はあっという間やった。去年なんだかんだ長かったんですよね俺。あそうなんや。そうコロナ禍でなんか自粛とかで家にいることも多かったけど、まあまあう、ねうん、なんかなんだかんだ濃いいろんなことできたし。そうやな、そう充実はしてたから。幸せなことなんかもな、そう感じるのはな。そうですね、早く感じるんも
そうね、遅く感じるもん。もうこれでライブに向かって突っ走ってやってって、もう終わったらもう次ね、年明けやから。また次。いや楽しみがいっぱいあるね、これからも。ライブにこう警護しないとダメですからね。そやで、大変や今年も。楽しみ楽しみ、はい、皆さんぜひライブも楽しみにしていてください。お願いします、はい、お願いします。メールアドレスは ys@mbs1179.com、 放送を聞いての感想をどんどんお寄せください。ツイッターはハッシュタグ A やんたんでいっぱいつぶやいてください。お願いします。ではこの後11時30分までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーです。さあでは早速読んでいきましょう、はい、ラジオネーム横浜市タートルンリナミン、リナミさんから、リナミさん、リナミさんからいただきました。ありがとうございま す, います。え、今日あった悲しいことです。悲しかったことは、食べようとしていたコンビニで買ったデザートの消費期限が切れていたことです。買ったのはいいものの、食べるのを忘れていて昨日までの消費期限でした。しかし私は昨日までならいいやと思い食べましたが、お二人は食べ物の賞味期限、消費期限は気にしますか、ということですね。ああ、俺は気にするね。する、消費も気にする。賞味はもちろんやけど、消費期限も過ぎたらもう食べへん、食べれへんこと多いかも。ごめんなさいしちゃうかも。俺な、賞味期限は大丈夫。賞味そう、消費期限はちょっと怖い。なんか特にお肉とかさ、まあね、いやそれは体壊したら、調理するものの材料系は怖いけど、うん、なんかデザートとかやったら俺も食べちゃうかも。食べちゃうんや。プリンとか果物が入ってなければ。でももうそのデザートなんてさ、うん、もう腹を満たすためじゃなくてさ、幸せなために、幸せになりたいがために食ってるものがまずいのって許せへんくない。確かに。割と賞味期限過ぎてたら、そうやな、もうあからさまに味違うやん。ちょっとクリームも水っぽくなってたりとかな。そうなんか牛乳の上に、何、牛乳、乳製品やったらちょっと浮いてたりさ、上の方にがもう許せへんくて。私めっちゃ小食やから、コンビニでそうや、これ食いたいって思って、なんかエクレアとかプリンとか買って、うんうん、もう家着いたらもうなんか何も食ってないのにお腹いっぱいになってたり。買っただけで。そう、買って。どっからカロリー入れてんの、あんた。だからあるあるなんですよね、残しちゃうというか。あ、そうなんや。冷蔵庫に入れて気づいたら、じゃちょっと切らしてしまいがちというか。しまいがちですね、僕は。そうやな、気をつけないとやな。あるあるやな。うん、まあ、マサカドは意外と寛容やけど、うん、しすぎたものは全部マサカド家に持っていったんですね。そうやん、俺食うよ。リナミさん、マサカドに渡したら食べてくれます。どしどし期限切れたものをマサカドの元まで送ってきてください。女の子は食べない方がいいよ、お腹壊すから。マサカドに任せて。はい、続きまして、はい、ラジオネーム関西弁大好きさん。お、関西弁大好きさんってことです。ありがとうな、ありがとうな、マジで大好きやで。マジでって関西弁大好きやで。A グループの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日、真夜中乙女戦争の新しい予告動画を見ました。おお、まさやくんだけでなく小島くんもしっかり映ってて、ますます公開が楽しみになりました。そうや、そうや。また漢字のライブの当落が今週分かるので。おお、そっか、ドキドキしながら生活しています。当たりますように。当たれ、みんな全員当たれ。当たりますように。もう全員当たるから大丈夫、うん、全員当たるからね。いいね、発表事がたくさんやね。そうですね、ありがたいことに、うん、レン君の映画にも出演させていただきます。俺今日朝びっくりしてんけど、主題歌ビリー・アイリッシュさんやろ。すごっ。俺もびっくりしてんけど。あ、知らんかったんや。知らなかったっす。すごいな。やっぱりキンプリさんが主題歌、まあ、レン君が主演やから、うんうん、キンプリさん主題歌されるんかなって、うん、no, no, no. まあなんかそんな感じじゃないですか、うん、それも楽しみやったけど。そうそうそう、やったしと思ってて、朝起きたら、うん、まさかのよ、外国からあってビリー・アイリッシュさん。二度見するよな。あのってなった。すごいな、びっくりした。そんなね、いやでもメンバーが2人も出てるっていう、すごいよ。メンバー2人出てて友達主演やってんでしょ。そう。どんなことなの。すごいよ。ほんまに友達3人映画出てるんでしょ。いや、すごい世界線と思って。
ほんでビリー・アイリッシュまで来たと思ってビリー・アイリッシュは友達じゃないか、うん、ただのファンですもん。しないか友達じゃないか、うん、友達になれたらいいけどね本当。そうなんですよ。そっか、予告動画新しいの公開されたんですね。そっかそっかそっか。そう、なんかだいぶ2ヶ月前ぐらいに、うん、その大学の食堂で爆発が起きて、それにわって振り返ってるみたいな、ちょっとだけ映ってたんですよ、それに。俺が予告動画で、予告動画に、うん、で小島くんも実は後ろ姿だけ映ってたんですけど。え、そうなん。そう、俺も横顔でもあれで気づいてくれた子何人いるかなぐらいと思うんですけど、小島くんは多分もう一人も気づかんぐらいやってくれちゃんと発表されて隠されてたよな、シークレットで。そうそうそう。いや、おめでたいな。二人で、うん、いや楽しかったっすよ、二人の撮影。どんな感じやったん。いや、だって初めてやっでしょ映画。そうそう、俺もその二十歳のソウルって、うん、もう一個映画出演させてもらったんですけど、うんうん、その撮影の合間というか、うん、その撮影で東京行ってた時に、うん、オフの日一日にこの撮影もあったんですけど、そんな感じやって。娘大変やから、もう二人で、小島くんも初めてから、うん、俺も初めてで、二人とも全く慣れてない状態で、うんうん、緊張しましたよ。どんな感じやった。もう大学の食堂のシーンやから、うん、なんかやっぱ誰かに見られるってめっちゃ緊張するじゃないですか。そうやな、こんなアイドルやっててあれやけど、見られるってめっちゃ緊張するじゃないですかでそのエキストラさんがいっぱいおって、食堂やから、うん、あそっか、そういう環境でなんかボソボソセリフ喋るのも初めてやったから、舞台とかまあグレショーでやったりとかやらせてもらうこと多いけど、やっぱ緊張するよな。なんかもう規模というか、うんうんうん、関わってくる人の人数も違うからドキドキしましたね。友達かっこよかったですよレンレンかっこよかった。友達かっこよかった。あ、ほんまよかったよ。まあ、外と元気してるみたいなこと言ってました。あ、そういっぱい喋って、ほんまに大学の食堂みたいに3人で座っていいな。レン君といろんなこと話してほぐしてくれて、うんうん、2人をそっかそっかリラックスして、もいつも通りクズな役を、クズな役なんや僕は。いや、佐藤やったっけ。佐藤、佐藤。なるほど、ちょっと楽しみですね、公開が。本当に友達3人、もう公開初日に行きますそのつもりですぜひぜひぜひ皆さんぜひお楽しみにしていてください。見てください。続きまして、福井県ラジオネームちべたさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。今日嬉しいことは、このあと午後11時ぐらいから明日の明け方にかけて獅子座流星群が見られることです。へえ、そうなんや。獅子座流星群の活動のピークは11月18日午前2時くらいで、今年は月明かりの影響もあり条件は悪く1時間に何個かしか見れないそうですが、とても楽しみです、うん、なので今日は少し早いですが夜空を眺めながらヤンタンを聞きます。いいね、いいね。ちなみに大阪の方でも見られる予報になってましたよ。そうね。 A の皆さん、流れ星に何をお願いしたいですか。なるほど、獅子座流星群やって11時ぐらいから見れるってこと。そうね、11時ぐらいから11時ぐらいから明日の明け方にかけて。おお、ちべたさんはじゃあ11時ぐらいからヤンタンを聞きながら星空を見るということで、僕らも11時ぐらいからちょっとスイッチ切り替えますか星空、流星群に合わせて星空用にしますか。ちょっと11時から、okay、ちょっと11時から覚えておきましょう。僕ら獅子座流星群に乗っ取ったテンションでやります。ちべたさんだけじゃないと思うからね、星空を見ながら僕らの声を聞いてる人たちがお供になってるかもしれんから。そうそうそう、星空のお供になるように切り替えましょう。ちなみに A の皆さん、流れ星に何をお願いしたいですかとのことですけど、むずいな、これ難しいよな。流れ星って見に行ったことあります？いや、見に行ったことはないかも。一回あるんですよ俺。え、5年前ジャニーズ入ってすぐぐらいの時に、うん、なんかだからそんな感じ、今日は獅子座流星群が見れますみたいな時に、うんうん、家族3人でドライブで山登って車 で、うん、で見に行って何も願わずに帰ってきたいっぱい見れたけど綺麗やな。何願うやるの、綺麗なだけでもなんかもうふとした時に俺は見かけるぐらいしかないからさ。うん、たまに見れますもんね。そうそうそう。今何願うやろ。なあ、何やろな。これはい、あ、まさかど、この世からむくみという概念がなくなりますように。これは、ね、今日は今日いいっすよね。ちょっとむくんでる。嘘、ほんま絶好調の時からするとね。絶好調ね。そう、絶好調じゃない。そう、ほんまに俺もそれやわ。じゃあ
自分じゃないけど俺のむくみがなくなる、うん、してあげたい。やっちゃな。あの一瞬の時間を俺にくれ。むくみきます、むくみきます、むくみきます。そんなロマンチックなところで一番ロマンチックとお願いやな、かけ離れたむくみを。いやでもあの一瞬でお願いしようってさ、よっぽどな気力じゃない。ね、あーって終わりますもんね。そうやね、むくみはほんますごいもんな。そうなんですよ、ちょっと獅子座流星群ご覧のチベタさん、もし見れたらまさかどのむくみの件も合わせてお願いして大丈夫です。そんな時間ないです、流れ星に。何個か見れる言うてるから、チベタさんの願いを叶えてください。そのチャンスのうちの1個ぐらい。チベタさんの願いがまさかどのむくみ消すことなわけないから。福井県の綺麗な夜空で。違う違う、願ってよチベタさん。大阪の街歩いててパッと上見て流れたぐらいやったらいいよ、まさかどのむくみ消しての願い。がっつり見に行ったチベタさんにそんなお願いして申し訳ないわ。そうやな、獅子座流星群も呆れるよね、それ。呆れるよ、俺じゃないやろってなる。獅子座流星群流れながら。じゃあチベタさん、あの獅子座流星群と A やんたん引き続きお楽しみください。お願いします。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、大阪市住吉区のみゆきさんからです。みゆきさん、 A グループの皆さんこんばんは。こんばんは。今日あった嬉しいことは、中1の娘が生徒会副会長に選ばれたことです。先日立候補者の演説と選挙が行われ、うん、その結果無事に副会長になれたと娘から報告がありました。すごいな、おめでとうございます。コロナ禍で思い通りにいかないこともあるけど頑張ってほしいです。 A グループの皆さんは生徒会や〇〇委員なのに何か思い出はありますか。はあ、そっか。でもまずすごいね、すごいね、娘さん、うん、生徒会副会長。すごいよ。いいね、中1、中学生の。え、中1で副、え、あ、そういうこと、え、中1でなれるの？会長ってその学年のじゃない？え、どういうことやろ？学校の、ね、中学校のってこと？すげえやん。会長の次ってことやな。大カリスマやん。大カリスマやな。大カリスマやな。大型カリスマやな、中1の娘。すごいな。すごっ。へぇー。A グループの皆さんは生徒会や〇〇委員なのに思い出ありますかってあるけど、俺縁のない人生やわ、うん、生徒会とかは。あ、生徒会な。生徒会はなかったな、なんか俺も小学校のなんとか係とかあったやん、うん、そういうのがいっぱいいっぱいかも。委員とかじゃなくて。そう、俺もはい、なんか友達と一番楽、うん、なんか入らんのもあれじゃないですか、なんか通知帳に関わったりとかさあるから、最後に書かれて溜まっていくやん、何々委員って、うん、今までの経歴が、うん、だからなんか一番楽そうな仕事なさそうなやつに友達と入ったりみたいなだけで。ちなみに何を選んだの、その楽そうなのは。何やっけ、風紀。あー、風紀なんかしっかりしてそうでしょ、うん、一番仕事なかったんですよ。そうそうそう、そうなんや。掃除厳しくみたいなのものイメージやけど。あ、そっか、全くなくて。まあ先生がやるもんな。そうそうそう、確かに。黒板消したりとかは日直やし、まあ、掃除は結局みんなでするしみたいな。で、鍵閉めとかもないから結局風紀が一番楽で、うん、あ、そうなんや。なんか今急に思い出したけど、うん、中1の時かな、うん、に中3の先輩がこの、うん、何、立候補者の演説、うんうん、みたいな全校生徒集めてするじゃないですか、うん、で中3の先輩がもう結構90キロ100キロぐらいあるぐらいの、まあ、いかついな。で、うん、ちょっとめっちゃ面白くてみんなから人気な感じの。あ、それで、あ、そうなんや、いいね。が、うん、サブ生徒会長がこの人を推薦しますみたいなんで出てきて、うん、緊張しながら出てきて、プルプルしながら、うん、で緊張しながら2分ぐらい喋って、うん、でもその時点でなんかまあ、人気もんやからみんなクスクス笑ってて、うん、この人を生徒会長にお願いしますって言ったらマイクにゴーンって顔ぶつけてで、そのまま上がる時も顔ゴーンってぶつけて帰って腹抱えるぐらい笑った急に思い出したよ。何そのほっこりエピソード。そう、そんな漫画みたいなことほんまにあるんや。そう、ほんまにアニメの世界すぎて愛嬌キャラクター。そう、半端ないな。でほんまになんか緊張してるだけの子やったらさ、うん、多分みんな笑わへんし優しいから、うんうんうん、あれやけど、そのクラスの人気者の愛されキャラの、ぽっちゃりした、うんうん、愛されキャラがマジで漫画みたいなことしてまあでもそういう人に委員長とかなってほしいよ。そう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 、ええー、なあ。急に思い出した。まさかどはもう生き物係やってたっていう、あ、あのアーティストさんじゃなくてね。生き物係。アーティストさんじゃなくて、そのあのザリガニとかのお世話をした。いや、俺も生き物係したことある気する。なんか憧れあったね。楽しかったな。一番憧れある。
子供心に一番引っかかったものやから、それだけかな思い出は。ちょっとね、うん、A で聖也くんだけですね、うん、生徒会長してたんですもんね、高校中学高校 高校か先生からの推薦で生徒会長してたんですよね。すごいよな聖也、すごいよな、あの人もカリスマよやっぱ。俺初めて身近に生徒会長やってた人が現れた確かにそう、おらんか、おらんわ、漫画のキラキラ主人公やんな、ね、すごいわ、アイドルしながら生徒会長ってね、かっこいい、かっこいいよな。はい、ということで、たくさんお便りいただきましてありがとうございます。このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話を来週水曜当日にまたメールでお寄せください、はい、以上ハッピートゥデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイジアン操作 MBS It's a happy today。 こんにちは、牧主グループの代表牧主智之です。不動産は売ってなんぼ、買ってなんぼ、住んでなんぼ。お父さんお母さんが大切にしていた不動産を高く買い取ります。即金買い取り宣言牧主。踏ん張った拍子に膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め。キューピーコーはコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。日本人の国民病とも言われるがん、満80歳までお申し込みいただける FWD がんベストゴールドなら、がんと初めて診断確定された時に最大300万円を保証します。 0120-477-677 FWD 生命まで。鳥とうなぎと占いと占い師のクレの鳥です。銀シャリのうなぎです。鳥とうなぎと占いとは金曜深夜25時半から。皆さんの夜が明けますように。ポチッとエムラジ。知らんかった、大発見のコーナー、いやはい、ということで、音量注意でございました。このコーナーはですね、まだまだ若くて知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーさんから教えていただくというコーナーでございます、うん、はい、それがですね、大発見なのか中発見なのか、はたまた小発見なのか、はい、それを僕たちが判定していきたいと思います、はい、それでは早速参りましょう。まず福岡市、ラジオネームミミミミミさんからいただいた発見でございます。メメメメメさんみたいな、いらっしゃらなかった。メとミミが来たから。次はミミミミさん、ね、さあ大発見ですね、腕時計見るときなぜかいつも手がグーほう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 、ああ、これをグーと読んでいいのかどうか。そう、今ちょうど卵1個分ぐらいは空いてるのよ俺。そう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 、俺もそうやわ、今腕時計見る感じやったら、ね、ちょっと待って、いやでもな、長袖着てて、はいはい、街歩いてて不意に腕時計見ようとして、今何時今、そこどくん袖をパッてやったら俺グーかも、うん、ほう、ああ、この動作で、こう伝わる、袖を下に下げるための、そう、歩いてて上にパンチする動作、腕一回上げてシュッてする、このこれするとき俺グーかも。グーなんかな、いやどうなんやろな、俺パーやな。でもミミミミさんは確かに自分もグーにするし、他の人見ててもグーだなと思いますっていう、はあ、ちょっと今後いたら観察してみてくださいっていうことだったんですけども、はい、さあこの腕時計見るときなぜかいつも手がグー、はい、大発見なのか中発見なのか、はたまた小発見なのか、判定していきましょう、はい、決まりましたか佐野さん。決まりましたよ、せーの、小発見あんま小発見で被ることないけど、ね、小発見です。小発見やったな俺、やっぱこっち卵1個握りがちな気が、まあもちろんグーも多いけど、まあ上から見たらグーやけど、そうそうそう、ちょっとな、長袖バージョンはグー多いけどな、ギュッてはしてないかもしれないな。これだって最初はグーじゃんけん、うん、ポンでこの手出されたら俺これをグーと認識せえへんもん。せえへんな、うん、何それってなるから、
ちょっとこれは人によるかもしれないけど、ね、まあでも言われてみれば確かにと思う節もあるから小発見かな。パーは絶対ないですね。パーは絶対ない。そう、軽く握る、うん、まあ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 1個目は小発見でしたけど、そうですね、こっからこっからですよ、まだまだありますから、はい。続きまして北海道札幌市鼻の先が冷えるいーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ティラミスの本場の発音はティラミスほー、ほー、もう一回て、ティラミスティラミスへー、文字で説明するのは難しいですが、ポイントは数を力を抜いて息を吐くように言うところだと思います。んー、で ちなみにティラミスはイタリア語で私を元気づけてという意味らしいです。おしゃれおしゃれ、イタリア人になりたい。私を元気づけてであのコーヒーのケーキ出されねえ、おしゃれ、ちょっとこれ札決めていきましょうか。いきますか。せーの、はい、大発見。いやこれはちょ正直ティラミスまでやったら中発見でした、うん、まあまあまあそうね。ただ私を元気づけてすごいよな、そんなおしゃれな食べ物って知らなかったです。でちなみにこれスタッフさん調べによると、はい、イタリア語のちょっと読み方わかんないですけど、これTIRAMIS で U の上にちょっと点がついてるやつみたいな、うん、そう発音がちょっと分かんないんですけど、はい、これのティラの部分 TIRA ティラが引っ張って、うん、引っ張ってで MI が ME の部分が私をで SU の、まあ、SU の U に点ついたやつが上 A やねんって、つなげて読むと私を引っ張り上げて、すげえ、私を元気づけてやねんって、これが。じゃあなんか勝負ごとの日にとんかつ食べたりするやん、うん、そうやな、験担ぎで初で、うん、もうそんなんしょうもないね、古いね、わかりやすすぎる、ひねりがないもんな、ひねりなさすぎるわ。私を上に引っ張っての方が、そうやんな、演技いいわ絶対。上に引っ張るっていうのが元気づけるっていう解釈になってんのもおしゃれやし、おしゃれ、ちょっとこれいいですね、ネーミングセンス、いい大発見でしたね、バケモンやな。さあまだまだ続いていきますよ、はい、続きまして岸和田市ラジオネーム桃から生まれた一寸法師さん、やこしなさんからいただきましたありがとうございます。おもんないやつほど骨折した理由をめっちゃ聞いてくるきたー、ちょいちょいこういうの混ざんねんな、このコーナー。ちょっといきなり札上げるとこからやってみましょうか。いきますか、せーの、小発見、小発見、小発見、間違えた札、小発見これ多分桃から生まれた一寸法師が最近されたやろ最近されたこされて腹立った、こいつおもんないなって人から理由聞かれた。いやでもちょっとな、分かる気がするよ。まあお便り読んでいきますと、はい、ギブスをつけていると、うん、おもんないやつほどこっちに駆け寄ってきて、どうしたん、なんで、いつ、痛かったなどめっちゃ聞いてきますお前みたいなおもんないやつ何にこの時間説明せなあかんねん。ほんで最後に言うてくるのが気ぃつけやです、遅いねん、もう怪我しとんねん、おもんないねんめっちゃ怒ってます多分めっちゃおもろいやろな、桃から生まれた一寸法師さんって、そう、桃から生まれた一寸法師さんがおもんない、おもんないやつっていうやつめっちゃおもろくない、基本そうなん、おもんないやつ何々するくないとか、そうなん、あいつおもんなくないっていうやつおもろい、そうか、それ小発見やな、これ小発見かでもなんか想像つくっていうかさ、こういうやつほどなんかあの松葉杖とか取って遊びがちやんな、怪我人からおもろいやつほど松葉杖取りがちで、おもろいやつほど理由聞きがちちょっと今共感はできんけど、盛り上がったけど小発見やな、そうやな、面白かったな、共感しちゃったな。さあどんどんいきましょう、続いて、はい、神戸市北区ラジオネーム坊主が屏風に上手に絵を描いたさんからいただきました。相手に何を言ってもマスクと言ってくださいと言い、マスクマスクと言い合うのを何回か繰り返し、途中で自分がミックスと言うと相手はマックスと言ってしまう。何それ。まあだから多分、まあ俺がマサヤにおはようって言うやん、じゃあマサヤはマスクって俺に返すね。はい、え、朝何食べたって言ったらマスク、そう、何聞かれてもマスクっていう、これはマスクって言えばいいだけのマシン、マスクって言えばいいだけのマシン、はいはいはい、じゃあちょっとやっていこうか、10回クイズ的なことなのかな、そうそうそう、引っかかる。じゃあいくね、こんばんは、
マスク。今日も元気？マスク。なんかいいことあった？マスク。面白い顔してるな。マスク。晩ご飯何食べた？マスク。その上着どこの？マスク。おにぎり食べる？マスク。ミックス。マスク。これえ何の定点これ何の定点これ今の何ちや今のマスクやったな今俺マスクマスクえ何になるんでしたっけマスクが、マックスって言ってしまうマックスになるんやちょっと引っ張られたかなぐらいかなえミックスって言ったらマックスになっちゃってる、ね、そう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 正門君しましょういいよじゃあもうマサヤのいいタイミングで言ってお願い質問したいんですよね、うん、髪似合ってますねマスク今日むくんでないねマスクヒゲちょっと生えてきたマスクいい目してるねマスクその T シャツ鮮やかで可愛いねマスクミックスマックスこっちやったやっぱこっちや俺やっぱこっちややっぱぽやかの方や俺じゃないんやちょっとこれあれやなある一定の基準値があるな。人に引っかかる人と引っかからない人の全員が引っかかるわけじゃないけど、ポヤの要素を秘めている。ちょっと逆言うとポヤ発見機かもしれんこれは。確かに。うん。ポヤないっすもんね。ポヤ発見機なかったから。うん、そうそうそう。いいの手に入れたかも。大発見、小発見、中発見決めていきましょうか。はい、せーの。大発見。おお。大発見。中ですか正門くんは俺そやな中やなまあ2人ともに引っかかったわけじゃないからねそうやねまあでも新しい使い方いいす、ね、天然疑惑のある人に試してみる価値はありかもしれないありですねさあ続いての発見いきましょう、はい、広島県ラジオネーム99年生まれのアンナさんからいただきましたありがとうございますまさや同い年やな99年あれあまあ小事件やそうそうそう小事件たちと同い年や俺2002年さあそれでは発見いきましょうはいひっつくパンツか、はっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか。何言うてんの急に。と連続で早く言うと、はい、ボイスパーカッションをしているように聞こえる。ひっつくパンツか、そう。むかつくパンツ。じゃあちょっと別紙をスタッフさんに用意していただいて。あいだ。いろんなパンツが書かれただけの紙が届きました今A4 の紙に上の方しか使ってないやつもったいない世界一無駄な A4 の使い方してる俺生まれ変わってのもこの紙にだけはなりたくないもん他の紙やったらいいけどいやいやこの紙だけは嫌や無駄やなやめてくださいこの紙俺ちなみにねまさかのこれ知ってたのよあそうそう、有名なんやそうだからちょっとこれ佐野さんに試していただいて、はい、ちょっとまさやに大発見中発見小発見決めてもらおうかなと思って俺 A グループのドラマーですからリズム担当やからなそうよ B とかは任せてくださいさあそれではこれを連続で早くひっつくはっつくくっつくむかつくはいはい、はい、そうそうそう準備はいいですか OK ですそれではお願いしますひっつくパンツかはっつくパンツかくっつくパンツかむかつくパンツかブッシュさあ札の方を上げてください大発見いやいやいやほんまけほんまけこれ俺が判定したらあかん俺のを聞いてそうやなそうやな俺が判定するべきやったな今のはどうでしたいやもうまあ聞こえたよまあ聞こえんねや、うん、多分カラオケとかでめちゃくちゃエコーをかけてあマイクも深く持ってねそうでもっとボイスパーカッションに寄せたらできるように聞こえるんちゃうただただちょっといろんなパンツ4つ言っただけやとそうやな2周目いかんと切り上げたもんなもう恥ずかしなった恥ずかしなったそんなパンツ言うことないからレアなマサヤが見れたわということで一応大発見ということで大発見はい99年生まれのアンナさんありがとうございます。アンナさんありがとうございます。さあ続いてラストですかね。はい。行ってみましょう。富山県ラジオネーム最近眠たいさんからいただきました。授業中の先生の教卓から一番見えやすいのは後ろの方らしい。はあはあはあ。嘘だ。え？だってこれ大体さ後ろの方の席になるとみんな喜んでたやんそう席替えで前の方になったらそうじゃあ変えてやーって言ってたまあ、ちなみにお便りには、はい、逆に前の方はあまり目がいかないらしいので前の方の席が当たりらしい
へえ。ちょっとこれ盲点やったな。意外、もっと早く教えてほしかった。そうやんな。小中高の間に。じゃあちょっと札の方いきますか。上げていきましょうか。はい。せーの。大発見。いや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 。これ大発見でしょ。これな。そうなんや。知らなかった。ほんまにでも。いやでもさ、教卓の真ん前の席とかはさ、絶対に見えへんくない、うん、逆、今考えれば。そっか、この距離なんか。そうそうそう。で、教卓があって、ここ机があるから手元って見えへんやん。確かに。それ顔は見えても、なんか、落書きとかしてる手は。うん。東大元暮らしやな、これ。へぇー。はぁー。でも後ろの席がいいな、俺は。そうやな距離がちょっと緊張感はあるからな。緊張しちゃうやん。前に先生がいるっていう。ふざけれへんやなんか。いやー、皆さんたくさんの発見ありがとうございました。いいね、ありがとうございます。はい、はい、以上、知らんかった大発見のコーナーでした。関西ジャニーズジュニア A グループの MBS ヤングタウン AM1179 FM906 MBS ラジオがお送りしています。メッセージも募集中。メールは ys@mbs1179.com、 ツイッターはハッシュタグ A やったんでお待ちしています。塗って直す、貼って直す、飲んで直す、用途で選べるイボコロリシリーズ。横山製薬。ケーブルテレビ J コムで MBS ラジオが聞ける。大阪、京都、兵庫、和歌山の J コムサービスエリアで MBS ラジオがテレビで聞けるのをご存知ですか。テレビを12チャンネルの J コムテレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し、メニューから MBS ラジオを選ぶだけ。クリアな音のラジオが簡単無料で楽しめます。このサービスは対象エリアで J コムのケーブルがつながっている全てのデジタルテレビでご利用になれます。詳しくは J コム 0120-999-000 0120-999-000 まで。増田隆久です。中丸雄一です。宮島さくらです。増田隆久、中丸雄一のますまるラジオは毎週水曜25時から放送中です。では中丸くん、番組の聞きどころをあいうえお作文でお願いします。まずはま、ま、え、何？聞きどころ？うん。まっすーの。す。皆さん聞いてくださいね。街角 A グループハンター。あれ、まるまるくんですか？このコーナーは今日登場のメンバー佐野マッサや正門よしのりの特徴にそっくりな人を見つけたけど本人で間違いないですかと確認するコーナーです。では早速参りましょう。はい、ラジオネームもちもちのレイナさんが見つけました。レイナさん、ありがとうございます。去年の冬、ブーツショップで佐野まさやくんを見かけました。ほうほうほう。靴のサイズが 24.5 のまさやくんですが、はい、店員さんには見栄を張ったのか、27センチありますかと聞いていました。あれは佐野まさやくんですよね。残念。マサヤじゃないです。あれ、マサヤじゃなかった？じゃないですね。僕は足のサイズ身長180のくせに 24.5 なんですけど。女子やん。そう、見え張っていう時のサイズは 26.5 です。27じゃないです。刻むなよ。27言っちゃったらほんまに靴、じゃ今のこの今履いてる靴もさ、うんうん、足この辺までしかないですよ。うん、で これぐらい余ってるんですよ。ちなみに今履いてるのはなんぼのサイズ？これなんぼやろ。え、足ちっちゃ、靴脱いだ足。靴脱いだ足。言わんかったら割れへんから、ラジオやねんから。多分これ26とかかな。うわ、見え張ってるやん。これも見え張って26。1.5 持って。見えは張んねんな。見えは張るけど、27って言ったらもう歩けへんくなっちゃうから、ブカブカすぎて。いや、でもそのさ、プロフィールというかさ、衣装さんとかに渡すデータも見え張ってるやろ。見え張ってるよ。恥ずかしいもんなって。それであんた靴スポスポでさ、仕事に支障出てる時あるやん。そうです。一回ほんまにようお世話になる衣装さんが、ほんまに 24.5 の靴を用意してくれ、出した時があって。うんうんうん。の時も雑誌で、まあ正面からだったらわからんけど、俺の目線でさ、上から靴を見たら、ほんまになんか子供みたいな話してるから。裸足やったらまだ分からんけど、靴で 24.5 ってやっぱバランスがな、そうバランスをよく、ファッションよ、まあな、ファッション盛りよ、
靴はデカ履きしたりするからな、そうそうそう、普通の人でも。ちょうどバランスよく見えるのがまあ最低でも26ぐらい、うん、そっか、ただの見えじゃないし、そうそうそう、見え張ったとしても 26.5 やと。そう、27は俺じゃないから26.5 やけど俺は。レイナさん残念、違いました。残念です。残念でした。続きまして千葉県カペちゃんからの報告です。カペちゃん、はい。とあるスーパーで家族と一緒に買い物をしている正門くんを見つけました。家族水入らずで何やら夕ご飯の食材を選んでいる様子。すると突然正門くんは、マミー牛肉値下げしてんで、パピーこれも買おうやと、マミーパピー呼びで食材を狙っていました。マミーパピーで親子さんを呼んでいるということは、あれ正門くんですかと聞いていますが、あれは正門くんで間違いないですか。そのスーパーにいた人物は、はい、正門義則ではありません。違うか、違うか。いや、マミー牛肉値下げしてんで、うん、まあ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 言ったことあるかもしれませんまあまあね、値下げとかは気にするタイプですか。まさか時計は割とチェックしてますでも俺おとんのことパピーって呼んだことないね。え、おとんは何なんすか。おとん、はあ何どういうあれで。俺はお兄ちゃんおったから、うんうん、そのお兄ちゃんの呼び方のまんま母ちゃんパパなんすよ。そうやな、俺の呼び方、うん、お兄ちゃんを真似して。まさかどくんは何でマミーになったの。いや、俺も物心ついた時おかんだけマミーやって、でなんか聞くところによると一瞬カナダに住んでた時期があるんやって。お母ちゃんとか、あ、お母さんが。そう、俺はまだ生まれてない時で、お姉ちゃんもまだ何歳かほんま記憶ないって言ってたから。へえ、おしゃれ。でもなんか呼び名のマミーだけ染みついてたみたいで。あ、お姉ちゃんが。そうそうそうそんなバカにできるような理由じゃなかった。これ初出しやったな今。ほんまに初出し。多分初出しやわ。カナダ住みが。カナダに昔ちょっと住んでたのか、まあ今も親戚がおるらしい。いや、帰ってきてんのかな、なんかっていうのが。親戚がいるの。あった。すご。そう。ええー。いや、俺も詳しく知らんねん。なんでそれ言わんの。めっちゃいい。今そのお便りで思い出した。まさかの弁当得意なんかどうでもいいやんか。まさかの家実はカナダ。住みやった時、住んでた時、お母ちゃんがね住んでた時があってっていう話。俺も詳しく知らんねんけど。すげえ。そう、その名残らしいわ。マミー呼びはしてたけど、スーパーで牛肉値下げしてやって言ってたのはまさかどくんではではないですね。残念です、はい、残念でした、はい、さあ続いていきましょう。神戸市東灘区ミョンさんが見つけました。ミョンさん、公園の噴水で黒いタンクトップで滝修行をしている人を発見。小さい子にも変な人いると指さされていました。その人は何やら、俺は兵庫のランボーになるんやと叫び続けていました。もしかしてその人は佐野雅也くんですかどっちかな、どっちかな、どっちなのかな。あの人は佐野雅也おです佐野雅也です、噴水で黒いタンクトップで滝行をしながら、そう、俺は兵庫のランボーになるんやと。そうそうよ、僕ら関西ジャニ博、うん、ウィスさんでやらせてもらってる番組で、群馬のランボーね、ランボーさんにキャンプでお世話になりまして、うん、やっぱ男はあんなん見たら憧れるでしょうよキャンプとか。だって今はもう群馬のランボーさんは無人島で生活してるんでしょ。カメラがついてるのかついてないのか分からんけども、プライベートでも行ったりするんでしょ。プライベートで言ってたよ、基本無人島にいて、奥さんもいて、お子さんもいるのに、サバイバルサバイバルしながら養ってるんでしょ、うん、バリかっこいいっすやん。そりゃなりたいよ、兵庫の乱暴に。兵庫の乱暴に俺はなるよ。公園の噴水の滝行から始めたん。そっからスタート志が違うわ、俺じゃないわいやでもほんまのランボーさんすごいからね、群馬のランボーさん。ガタイもやっぱ黒いタンクトップが似合うガタイしてはるから、うん、変な人に見えへんのよ、かっこええってなる。マイナイフ持ってるからな。そう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 、特注のね、そう、なんか火出るやつ。そうやね、石削ったら漫画でしか見たことないな、ま、あのナイフをカチャってやって火花出て、それで火つけはんねんな。すごいっすよね、めっちゃかっこよかった。俺らがあの木の棒を手すりすりで摩擦で火起こしてる横で、そうそう、ナイフで石ピャッてやって、シャッボワッ、マジでボワッ、3ステップぐらい。あれかっこよかった、憧れちゃうわ、憧れるな。
でもマサヤではなかったじゃないけども、ランボーには憧れますね。ヨンさん残念でした、マサヤじゃなかったみたいです。はい、続きましてマサカド君へのお便りが届いております。兵庫県のラジオネームカオリンさんからです。激辛料理専門店で友達と激辛料理を食べているマサカド君を見つけました。マサカド君は友達に騙されたわと言っていて、でも友達に説得され仕方なく食べていました。苦手な激辛料理を食べているのにも驚きですが、何より汗の量が尋常じゃないことにも驚きました。食べていた場所のテーブルに水たまりができるほど汗をかいていました。あれってマサカド君ですかと来てますが、あれマサカド君で間違いないでございましょうか。その人は、その人は激辛を食べていたのは、はい、水たまりもできてました、まさかぞよしのりです。おいでしたまさかぞよしのりでした。いや俺もううろ覚えやで。はいはいはい、一回そんなにわ男子の大吾、西畑大吾と、うん、カレー食べに行って、ほう、普通のカレーが辛すぎて汗だくになったことはあるのよ。激辛料理専門店ではないけど、ではないけど、うん、水たまりもできた、うん、普通のカレーで。これ持ってないからな、ほんまに水たまりできるから。そうや、できるで、うん、だってもうあの床滑るやろ。床滑るもん激辛料理とかお店の人にも迷惑かけてるけどさ。そうやで、稽古中とかほんまに迷惑やから、あれはあの汗は汗飛んでくるし滑るし。まさかどくんなんや。でもほんまに激辛とかじゃなく、うん、ただただ用意してくれたロケ弁とか辛くて食えんかったりしますもんね。あるある。でもなんか分かんない、俺もなんかちょっと変な時があって、うん、こんだけ苦手なで汗かきな体なくせに、うん、あの辛ラーメンあるやん、はい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 、辛いやつ、うん、むっちゃ辛いやつ、あれな夜中とかに食べたなんねん。はあ、だからむくむんやじゃ原因が分かってるよ、それは。むくむって、それはむくむの覚悟で食べてる時やから。そう、汗、自分から辛い系食べることもあるんや。ある。で汗だくんなって、うん、もう一回風呂入ってから寝るとかいう謎の行動はしてる時ある、正直マジでなんか激辛番組出てほしいわ、細川君。うわー、ちょっとなん、いやー、まあまあまあ、多分俺芸能界で一番汗は出る自信ある。そう、ほんまにそうっすよね。 A でなんか激辛食うってなったら大勢くん、ジャニー博やったら大勢くんもいいし、うん、なんか司会指導でも食べたりとか何もまさかどくん食わんけど、あのリアクション、リアクション芸じゃないもんね、やろうと思ってできることじゃないからほんまにあれ、あの芸は、いやもう芸ちゃうで、あれドキュメントやで、もあれは密着に変わんのか。あの汗はドキュメントの汗やからリアルをお届けしてるだけやから、あれは、あれは大げさにしようともしてないし。でなんか激辛食う番組とかで、うんうん、なんかこの鍋一個完食したらとかで、あるある、後半の方で汗かいてる人とか見るけど、うん、なんかほんまに最初の一口のスプーンチョンを食べてわからい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 ってリアクションしてる間にもうびしょびしょやん、うん、びしょびしょ、うわ、もう出していった方がいいよ、もっとその特技。いやいや、まあちょっとギターよりすごいって。そうなの。10年やってるギターより、10年磨いてるギターより、ギターより体質、体質。うわ、そっか。まあでもちょっとやってみたいっていう欲はあるけどね。あれ絶対面白い、もう激辛の番組みたいは。まあまあまあ交互期待ということで、その辺は、うん、はい、続いての発見、続いての、あれ佐野くんですか、いきましょう。はい、お願いします。高知県ラジオネームカツオの佐々木さんからいただきました。どうどう。この前公園で赤ちゃんとおしゃべりしているまさやくんを見かけました、はい、この前のヤンタンで赤ちゃんはラの音程を出していることを確かめたかったのか、バブーって言える、ラの音出してみって優しくおっしゃっていました。あの方まさやくんですよね。それはまさやくんです。ほんまか？ほんまです。ほんまか？そうやね。なんか赤ちゃんがラの音を出すみたいな話を先週でしたっけ？ね、生後しばらくラの音で泣くという。10月末かしてたんですよね。そういう大発見を受けての行動で。ラの音わかりますから。ラの音？え、ラの音で泣いてた？ラの音で泣いてた。ラーおぎゃおぎゃやった。ラーこれ多分ラ。ほんま、ラー、ちょ俺は分かれへんけど、それこれラーよ。
絶対ないよ、まあ、リスナーさんでうなずいてる人がいるかもしれんけど違うかったらめっちゃ恥ずかしいけどそうめちゃめちゃやばいやつやん、公園で赤ちゃんにラノートで泣いてみまさや基本公園おらん、何公園しか何公園で噴水浴びながら赤ちゃんにラノート言ってみびしゃびしゃなりながらそうなん、そういうことタンクトップで一緒の日やろこれ、ナイフ持ってごっつい乱暴さんのそっか、そうまさややったか、俺でしたね、そやな、なんか一回舞台の番組でさ、うん、赤ちゃんの人形を本物の赤ちゃんとして扱うみたいなお芝居をしてからやっぱね、赤ちゃんの接し方はね、そうそうそう、母性が芽生えちゃってて、やっちゃいますね。おめでとうございます、カツオの佐々木さん、あれは正解でした。正也くんだったみたいです。そうです。じゃあ続きまして、はい、いきますか。はい、京都府京都市さん、京都市のラジオネーム、お隣のサーさんからです。隣のサー。はい。先日街中で大声でイエーイ。と叫びながら歩いている正門くんを見ました。正門くんはすれ違う人に吉野里フィーバーと言われるたびに全力でフィーバーしており、誰か近くに吉野里さんはいらっしゃいませんかとどうにか変わってもらえるよう変わってもらえる吉野里さんを探しておられました。お疲れ様でした最後にお疲れ様ですって一文さあこんなお便りが来てますけども、うん、これは正門くんで間違いないですか。違います、違います、違います。いやいや、そんな街中で安売りは安売りそんな高く見積もるものでもないけど、ないよ、絶対ないよ。でそれをされてるってことは京都の方でしょ。そうですね、京都市民全員なんか普段からま坂戸ま坂戸吉野里吉野里フィーバーっていう会話を歩きながらしてるってことになるよ。それ京都府の皆さんが。吉野里ゲームじゃ、まさかのゲームね。まさかのゲーム。2週間前 YouTube で、僕らの YouTube で出させてもらったドライブ企画の動画で、リーダーの小島くん発案の、まさかど、その、一人がまさかど名字の何ことかを言うて余った部分を次の人が言うてって、やりましょう、久しぶりに。二人で対マンしましょうよ、まさかと。なんなんこのゲームの対マン。いいよ、語ってこいよ。1対1でできた方が、みんな真似しやすいから。そうやな。6人も揃わんから、なかなか。確かに確かに。いきます、先行で。うん。ま坂戸よしのり。よしのりフィーバーイエーイもうええ。もうええって。よしのり早。久々にやったわこれ。ルール説明足りてなかったですね。吉野里を見つかったらみんなで吉野里を喜んでフィーバーするんですよね。これの怖いのがさ、まさかのゲームが割と一人歩きしてるっていうかさ。え、あ、そうなの。そうやね、あのゲームやりましたって現場で言われたりするね。どうやってと思ったけどそう。やる場合のまさかの吉野里フィーバーイエーイは誰がするの。分からへんけど独自のルールを足してやってる方がいるのかな。いや、いい、ね、本当に後でヤンタンチームでやらんわ。やるか。俺の喉俺の喉どんだけ使うことか。バナナ親父バナナ親父バナナを親父下の名前がわからないけど、後でバナナ親父の下の名前を聞いて、バナナ親父の下の名前がそうだったら、下の名前フィーバー、それも小瀬健と二人の時にやりや、それは。いや、やろうよ。バナナ親父は俺と小島くんだけのものじゃないから。いや、でもバナナ親父は二人のことしか気に入ってないから。違う、だって今日もさ、なんか来て、俺、ジャンタンの A の回2回目やったからめっちゃ久しぶりなんですよ、今日。そうやな。バナナ親父。まあ、当たり前のようにバナナ親父って言ってるけど、僕らのね、その、ラジオの、あの、音のこと、関係を整えてくださってるスタッフさんですよ。で、今日、現場入ったら、あ、バナナ親父いたと思って。いたって、いたけど、バナナ来てへんやんと思って。うん、え、ほんまにバナナ親父かと思って。え、じゃ人違いかなって。バナナ柄の服を着てることによって初めてバナナ親父になるから。ってついたから、うん、バナナ親父ちゃうんや今日と思って、すごいショックやったら。本番始まる30秒前ぐらいに上着脱いで、ちゃんとバナナやったから。インナーバナナ隠しとったんや。バナナのシャツ着てくださってたから。皮むいてバナナ出てきた。皮むいたら皮ついてるバナナ出てきたからバナナ親父ほんまもうやりましょう、ヤンタンチームでやろうか。バナナ親父ゲームしましょう、後でしようか
さあこんな感じでですね、それぞれのメンバーの特徴を当てはめて、どこどこで何々くんは見つけましたと報告してください。はい、お願いします。さあ来週は誰にどんな報告が来るのか楽しみでございます。以上、街角 A グループハンター、あれ〇〇くんですかでした。はい、それではここで一曲お届けいたします。1983年から1年半ヤングタウン火曜日のパーソナリティを務めておられましたチャギ&アスカさんのヒット曲です。やや、や、私たちができること、賞味期限消費期限が近いものから選びませんか。 AC ジャパン。リスナーさんが今言いたくてたまらないあんなことやこんなこと、たくさん届いています。ご紹介していきましょう。お願いします。モクさんツイッターでいただきました。はい、あんなに汗が出るの正門義則か重岡大毅かみたいなとこあるよね。へえ。ジャニーズ WEST の重岡くん、確かに汗かきのイメージあるかも。あるけど、わあ、どうなんやろ、激辛食べてるとこ。いや、出てましたよね。なんか見たことある気がするねんな。汗すごいんか。汗すごかったよ。いや、でも、いや、どうなるな。生で見てるからなんかな。まさかどくんのインパクトは。そうやな。ちょっとジャニーズ頂上対決はあるかもしれない。汗かきの。やってほしいな。いや、これはちょっとね、自信持って。まあまあまあ、恐れ多いですけどね。先輩ですから。恐れ多いですけど。多分、新岡くんそこで戦う気ないから。大丈夫。これだけはちょっと勝てるんじゃないかな。勝ってよ、メンバーとして勝ってほしいよ。じゃないかなっていうところありますね。ちょっと今後楽しみですね。はい。はい、続いて。あえあやちゃんすんさんからいただきました。こちらもツイッターですね。はい、なんか初出しエピ多くて本当苦しい、幸せすぎて、さすがまさまさ。おい、来た、まさまさが浸透してきてる。そうなんです、まさまさホットですから。 A グループの中でホットですから、一番ホットですから。あのツイートは世に出ましたかね。なぜか僕らが絡むとメンバーが爆笑するっていう雑誌の撮影とかで6人で撮ってる時に隣り合わせになるだけでメンバーが爆笑するんですけどね。俺ら今平和の象徴やもんな、 A でほんまにって言われましたからね。自分らで言ってるわけじゃないですか、うん、みんながそうなってるから、平和に象徴って言われるから。はい、そうなんですよ。これからもまさまさのね、応援のほどよろしくお願いします。伝わってますよね、まさまさの魅力が皆さんに。さあ続いてはお便りです。たくさんいただいております。はい、ラジオネームさきさんからいただきました。ありがとうございます、さきさん。星空のお供ラジオに慣れていますか。そろそろむくみの概念をなくすために祈りに出かけますさきさん、ありがとう。ありがとう、さきさん、ほんまに。さきさん、ありがとう。そっかそっか、星空のお供にならなあかんねん今から。そうや、ちょっと渋くいくか。そうやな、ちょっと声のトーン低めで。さきさん、どう、星見えてる今。さきのもとに獅子座は流れてきてるかい。獅子座は流れへんくても俺が迎えに行くからな、さき。待っとけよまた15分ぐらい待っててな、さき。うん、迎えに行くから、獅子座の代わりに。その時の俺は一切むくんでないから楽しみにしといてな。誰かの願いが叶ってるさきさん、お便りありがとう。ありがとう、さきさん、またね。続きまして、はい、宮城県、宮城県、ラジオネーム、ラジオネーム、みつきさんか。みつきさん、ありがとう。さっきの後ろの方の席の方が先生に見られるやつ、うん、本当に前の席の方が全然気にされませんよ。え、授業中とかに課題やっていてもバレませんでした。嘘、笑い、笑ってるじゃん。なんと同様のメール多数と書いております。嘘だ、本当なのあれ本当みたいだぜ。大発見あげながら嘘だと思ってた。同様のメール多数ってことは俺ら以外のやつ大体知ってたぜ俺らだけなんだ、知らなかったの。俺らだけなんだ。俺ら多分バカだったぜ。バカなんだ。後ろの方だ、やったーって言ってた。バカだったぜ俺ら。前の方だったら席変わるよって言ってたけど、賢いやつは気づいてたんだな。さすがだね、リスナーさんは。みつきさん、お便りありがとう。みつきさん、ありがとう。さて続いては、うん、神戸市、夏さんからのお便り。夏さん、ありがとう。カフ警察をしているオタクです。ほう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 。カフ警察とは、まあ、カフ、まあ、ラジオにおけるこのカフのスイッチをオンにすると、ね、はい、今僕たちが喋ってる声が世に出るという、はいはいはい、そのスイッチでございます。このカフ、ね、貴重なスイッチで、大事なスイッチでございます。オンオフを、はい、アンタンでは今までのところ末澤、小島、正門、末澤、リチャ、大勢の順でカフが回っていると予想しています。はい、今日のカフはどちらですか。はたまた緊張していますか
なるほど。ちょっと夏さん緊張してたみたいだね。ああ、せいやくんを飼いならそうとしてたあいつ。飼いならすのむずいからね、やっぱ、ね、あいつは緊張してたんだ。俺じゃないと無理だから。え、スタッフさんどうなの、今までの A ヤンタンの花粉の順合ってるの。夏さん5名と大正解だ。さすが夏さん、すごいね。さあ、で今日はどっちだと思ってるの夏さん。そんな夏、夏さんの中では、あ、予想が書いてないね。夏さんそこまで書いてよ。そこちゃんとしといてよ。そこまでが夏さんの仕事よ。でもそんなちょっとおっちょこちょなところ嫌いじゃないよ。俺も大好き。それぐらいの子が好きだよ。ちょっと抜けてるぐらいの子がね。さあ、そんな今日のまさまさ会のラジオの花粉はまさまさのまさでした。どっちだよ。どっちのまさだよ。いいね、まさまさのいいとこ全部出てるわ。今のピークやろうな多分。よかった、ちょうどいいぐらいで、ほんまに15分ぐらい残してピーク。いいタイミングで。そう、今日の花粉は、はい、佐野まさやの方のまさです、ね、まさやの方のまさです。なんかさ、本番前にさ、選手の大勢くんの花粉が緊張してたから、うんうん、なんか毎回花粉のオンオフ切り替える時に、うんうん、このガラス越しにスタッフさんの方を見て、うん、すごい様子伺いながら下げるみたいな、うんうん、上げ下げするみたいな聞いたから、いや俺別に緊張せんしと思って、うんうん、こう座ったけど、上げ下げする時やっぱ見ちゃうのよ。大人の方を。スタッフさんが合図出してくれるから待っちゃうよな。やっとるやんみたいな感じで指差してくれるから。いじってきよねんな。いいやんな、うぶな感じで。うぶな、慣れてへんねんから、それこっち側ラジオだってやってへんねんさ、やんたに初めてレギュラーでやらせてもらって、うん、頑張ってんねんから、そりゃ見るやん。毎回 CM の前とかさ、ただでさえまだ2回目の生放送で。そうそうそう、優しくしてあげてよ、まさよに。厳しいよな、みんな。こっち見んなよ、みたいな感じで、死んでくるから。鋭いねん。今年2ヶ月に感じてたスタッフさんが鋭いねん。そわそわすんねん、余計。でももう慣れてきたからな。もう慣れました。もう使いこなしてるから。さっきやっと誰にも言われず、自分で CM入った時に下げれました。すごいよな、成長した。いや成長してますよ、うん、さあ続いてのお便り紹介していきましょう。続いてはですね、京都府トーコロモチさんからいただきました。ありがとうございます。今 A ヤンタンがトレンド4位です。わお、わ嬉しい。いいね、ありがとうございます。1位はベストアーティストらしい。以前も歌番組でトレンド1位を逃しましたよね。かっこわら、やかましいわ。もちろん私は A ヤンタンを聞いていますよ。家族は全員ベストアーティストを見ていますが、てんてんてん。いや、そら勝てんよ。勝ちたいけどさ。いや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 、そりゃ、ね。うん。お父さんお母さんはね、見たいのを見てくれたら。いやー。まさまさもでもベストアーティストみたいなところありますからね。まあね。ね。楽器長いことやってて。そうやで。そうよ。俺らだってベストアーティストやしね。ジャニーズ事務所のアイドルやもん。そうや。アイドルやし。バンドやってるし。楽器やってるし。そうやで。4位なんや。でも今後はベストアーティスト出たいよな。カフ下げとけよかったな。もちろん A ヤンタンも大事にしますけど。もちろんよ。長らくやらせていただきたいですけど。内容だし出てるしね、今日。そう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 。いや、いいですね。まあ、これからも、トーコロモチさんは A ヤンタンを愛していってください。よろしくお願いいたします。次週はお父さんお母さんと一緒に聞いてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ続いて、最後かな、うん。はい。読んでいきたいと思います。神奈川県横浜市ゆゆさんからいただきました。ゆゆさん。先ほど、まさかどくんが、やーこしいと言ってたのを聞いて、関西の方は、ややこしいの言い方が地域によっていろいろあるなと思いました。ほう。まさかどくんは、やーこしい。スウェザー君はややこいのイメージなんですが、佐野君は何と言いますか。俺地元せいや君と近いから、うん、ややこい。あ、ややこい。ややこいわ。めっちゃややこい。せいや君さ、やいこいって言わん。やいこいなーって。じゃせいや君多分独特なんじゃない。同じ兵庫民でも多分うんって思うことはあんの。ある。その絵が独特なのが地域差なのか、うん、ジェネレーションなのか。ジェネレーションって8つ離れてるジェネレーションのギャップ。確かになんかせいや君ヤギとかもイントネーション逆やもんな。そう、ヤギっていうもんな。ヤギっていう。確かにあれ兵庫のイントネーションじゃないから。そうやな。そう、確かに。おもろいですよね、 A グループ。おもろいよな。同じ関西弁でも割とばらけてますよ。なんか全然ちゃう。リチャ君もはんなりしてるしな。そうそうそう。小島君、大成君が割と関西人らしいというか、そうやな。村上君的な
うんうん、一番イメージしやすい。そうそうそう、皆さんの思ってる関西弁というか、関西弁っていう関西弁してる。せやな、面白いよな。で、まさやはやーこい派。俺ややこい。ややこい。ややこいな。そっかそっか。りちゃくんとかなんて言うのかな。ややこしい。京都、京都なんなんやろ。分からへんな。はんなりな。ややこいって使うイメージないな、りちゃん。そうやな。面白いな。でも俺らじゃ気づかへんよね、こういうのね。確かにもう慣れすぎて。横浜、神奈川の方やからこその。あ、そっかそっかそっか、東京のね。ね、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。はい、まだまだ番組続きます。宛先はメール ys@mbs1179.com、 ツイッターはハッシュタグ #aantan でつぶやいてください。あなたからのメッセージたくさんお待ちしています。A グループ佐野雅也と正門義則がお送りしています。25歳誕生日おめでとうございます。いや、まだ早い、まだ早い、28やから。え、何してんの。深夜の留守番電話。ここでヤングタウン水曜日の留守番電話のコーナーでございます。僕たち A グループにまつわる人たちやお世話になった方たちが吹き込んでくれていますと。はい、先週は小島くんでしたから、うん、メンバーが来たね。もうそうよ、マジでもうこれを聞きに来てるから、ここに。そうやんな、俺たちは。さあ、俺もう1回目でちょっと大失態を犯してるから。1回目、あの声だけで、あ、鬼ちゃんやと思って喜んだら大悟やって、うん、あ、そうや、声のトーンびっくりすぎて変わって、うわごめんってなって、ちょっと聞いててすごい不快やった、あの切り替えは。そうやんな、人間性を疑った。ちょっといろんな緊張感があるわ、ね、本当に。さあ、気になりますけど、早速、うん、聞きましょうか。お願いします。どうも、リトル関西のトーマルークです。ールーク。そうですね、あの僕は佐野雅也と2016年入所で16年組で同期なんですよ。はいはいはい、はい、僕とはコタちゃん、太郎、雅也で同期なんですけど、うん、なんかね、メンバーカラーもマサヤと一緒で結構共通点がめちゃめちゃ多いはずなんですけど、16年組の中で一番エピソードがないコンビだと思ってるんですよね。お前やねんじゃん。結構2人で会ったりするとき、お仕事一緒のときも、まあ、挨拶はするけどあんま喋らんしっていう話を、この前あの小島組のですね、あのザ・ビギニング衝撃のリハーサル中に、この2人同期で面からも一緒やけど全然仲良くないなっていうのを小島くんに言われて、だからこれからね、なんか外で話せるようなエピソード二人で作っていきたいなって思ってるんですよ。まさかどくんは、まあお母さんが好きって言ってました。 ありがとう、嬉しい。まさかどくんはお母さんが好きって言ってました。短い短い短いけど、でも嬉しい。ピー、あ、終わった、あ、終わった、あ、終わった。短くて嬉しいのと長くて悲しいやつやった。コンパクトに嬉しいのが良かったな。そうやんな、ルークか、リトカンの。いや嬉しいな。嬉しいね、同期やから。そっかそっか、同期やねんな。そうそうそう。え、そん、実際そんなに喋らんの、今言ってたけど。そうね、そんなに喋らんねん。なんでルークなんて正直思ってるね。そんな、そんなに。とはコタね、うん、リトカンの同期やったら、だって今年のさ、年始のライブとかで、うん、それこそあのメンバーカラーメドレーとかやったんやん。そうそうそう、関西ジュニア内で、なにわ男子、緑でルークも緑でね、 A グループリトル関西とね、うん、シャッフルして一緒やったんやん。大橋くん、ルーク、佐野。そう、そこで会話とかはなかったの、うん、なんやろ、あるよ、なくはないっすよ、そりゃ。一緒に振り教えてもらったりとか、うんうん、一緒にスタンバイしてたりとか、うん、待ち時間も似てるし、同じ稽古してたら、まあな、喋るよ、喋るやろ。別にこれといった話してないね。ほんまにこれからやな、じゃあ。マジでもう俺入って5年目なんですけど、うん、ほんまにこの2016年組、まあ、普通30人とかで入ってくるじゃないですか。そうね。でも俺らほんま5人で入って5年経って、まだずっと5人いて、リトル関西の島崎とは、とは岡崎小太郎と丸く、うん、アンビシャス吉川太郎、最近グループ組んで、うん、5人とも元気にいるんですけど、ほんまの気づいたら5人で集まってたりとか、稽古中、うんうん、5人で遊びに行ったり、ご飯行ったりとか、うん、みんなでメールしたりとか、めっちゃ仲いいんですけど、ルークだけね。でもいいやん、これから楽しみやん、衝撃が。小島組でね、うん、ザ・ビギニング衝撃って、うんうんうん、ローブ・ザ・ド・ブリーゼで
40公演もやらせてもらって、すごいよ、前も稽古始まってるし、うんうんうん、東京でだからもう稽古どこでやるのか分からんけど、うん、1ヶ月近くグローブ座で公演やらせてもらうから、 そりゃ仲良くなるよ、仲なってよ。でまた改めて留守電もらおう、仲良くなったなっていう留守電もらおう、うん、でいろんなエピソード出してもらって、出してもらって、そうそうそう、この間こんなとこ行ったなとか、うん、こんな話したなそうやな、なんか仕事とかすることも変わってきたりとか、なんかまさにすぐバンドになったりとか、うん、そうそうそう、ルークはなフレッシュにダンスやったりとかして、それがトアも一緒よ、でもあフォローしようとしたのにトアも一緒よ、そこは言い訳にできる、そうやな、じゃあこれからに期待なコンビやね、そうそうそう、うん、さあということでリトルカンさんやトーマルーク君ありがとうございました、ありがとうルーク。ヤングタウン水曜日、今日は佐野正也と正門よしのりがお送りしています。ごっということで、ここまでの相手は関西ジャニーズ Jr.A グループの佐野正也。